カイムおい。ちょっとひどいね。チャンス与えようか。ありがとうございます。フラーナイツナイツ。まあ前回の都市伝説でね、予告しましたけど。なんで笑ってんの？これバイオン。マジやれよ。お前舐めてんのかてめえ。いやもうやばいし。この笑いおかしい。ノリのって。ノリこいつも笑うじゃん。舐めてんのかお前は。え、怖いなって普通に。え、何？いや、これ本当にやばいんです。大丈夫、大丈夫、大丈夫。皆さん知ると思いますけど、ちょっと取りつかれて変なテンションになっている人がいると、大体ね、現象やばいんですよ。そうで、しかも今日触れていくメインのちょっと怖い現象があるんですけど、それ一番こいつ関わってるんですよ。マジ？だから、ね、今日俺ね、めっちゃ心臓バクバクする。笑った瞬間、ここ。いや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 そのいや何やばいことなんなんだマジで。最後にヤバすぎる映像を入手しました。え、はい、何なんや、まあ、それまでに一旦調査班ホラーナイトを進めていくと思います。なるほど、はい、先に言っておきます。のりさん、はい、気をつけてください。一つ目の動画は絶対に笑ってはいけないクロちゃんの写真ツイート。出たー。あー面白いやつですよ。めっちゃおもろいやつやん。3分43秒で声が聞こえるやつ。続いて僕の番です。はい、まあ僕はもう見てね、こいつぼうわー、えガチで長っ。ノリじゃないの？やばくない？人はもう見てね、人はもう見てね、人はもう見てね、こいつぼ、嘘だ。違う完全に閉じてるし俺。もうやめろやめろ。二つ目の動画、顔認証カメラで事故物件の中を撮影したらドアに立つ女性が見えてしまう。えいやー、4分50秒に女の人の声が聞こえる。また声ですか？なんか見た気がする。いつも映像で見るやつだわ。ええ、これ絶対今立ってるよね。なくね。ほんとちっちゃめでフッて聞こえますね。アウトアウトアウトって何？続いて9分33秒に男の声が聞こえます。はい、俺も聞こえた。俺聞こえんのは。ほんとに女の人の声が普通に聞こえすぎてやばい。いいって大気でしょ。え、二つない声。これぐらいじゃ見てる人もね、びくともしないでしょ。この瞬間の強兵の顔の方がやべえけど。続いて、プロサイトの架空請求に引っかかった DT に架空請求してみたっていう。ああ、あったね。ありましたね。2分57秒ですね。ポージンのやつじゃないですか。わかる、これも。やべ、これ変なのフランクルード口のやばいけど。やべ、これ変なのフランクルード口のやばいけど。うわおおうわっ、赤よ。点滅したらおかしい。おお全体が光ってるからね。そう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 、うん、そう。続いてちょっとえぐめです。人類史上最も長い長期を課された女っていう。あー14万年のね、平均時代のやつな。5分13秒聞いてください、はい、軽軽くするよみたいな、これを御社っていう。うわ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 やばいやばいやばい。ちょっと待って、これはやばい。軽軽くするよみたいな、これを御社っていう。うわ、気持ち悪い。やばやだわ。何こんな。だってこっから歯ぎしりして絶対あそこまで聞こえんや。こんなでかくさ。じゃあもう何してんお前。歯ぎしりして。歯ぎしりしてね。聞こえたかな。ああいや絶対聞こえてないと思う。いやこれ歯ぎしりと思ってるけど、なんかを締める音なんじゃないですか。締める音。いや俺はね、あの骨の音かと思って。なんて言ってんの。言ってはないよ。言ってるはない。なんでお前そっちの思想なの。今日なんか変だね。そうなん、ね、今日やばいと思う。怖いのマジで。俺このテンションでやりたくないもん。もうやばい。ちょっと俺ら知らないふりしとこう。もうやだわマジで。聞こえた。あーもう知らない。やばい終わったわ。マジマジマジっつったけど。マジ怖い。マジ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 。もうやだ。なんなんどうせやばくない。こいつちょっと今日やばい。怖い。上行っててやん。初の体質。何だこれ。何何。怖い。やだわマジで。怖いマジ。本当にやだ。本当にやばい。本当にね、俺はもう途中からあんま笑わなくなって。それ叩いてたらいいんじゃない。うん、がマジだ。オッケー。お、今過ぎてた。6分。おお。ええ。もう何だマジでお前。続いて6分3秒にも超える。頑張ったからとか言って7万でとか引かない。7万で引こう。これはそう、誰かの声なんだ。6分39で男の声がする。なるほど。非道徳的なことをした人のみ懲役とか死刑とかになるわけで、誰でもない声質というちょっと怖いですね。低めのみたいな。まあ調査ホラーナイトはちょっと一旦この辺で。主題機の様子がおかしくてちょっとね、
ちょっと大義の様子がおかしくてちょっとね、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 今のとは比べ物にならないぐらい怖いんで、第2回図鑑のポケ説明だけでポケモン当てろって、はい、今概要欄ちょっと貼っとくんでちょっとこから飛んでみてほしいんですけど、ちょっと皆さんね心してください。何怖いんだ、何多分15秒皆さん注目してください、はい、僕の首の後ろらへんです。メスとかいいんでしょ、やばくない、ええやん、別にええねん。メスとかいいんでしょ、やばくない、ええやん、別にええねん。うわぁ、見ろ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 、あぁ、やばい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 、大気ないな、大気で会ってくれ、そう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 、大気であれ、どっちかだどっちかだ、ええやん、別にええねん。うわ、すげえじゃん、やばい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 、うわ、これはやばい、え、これ、そうそうそう、これはだからそこなんで、もうやばいって、お前も、捕まれてるよ。しかもその時らへんから、なんか大輝の身の回りで怪奇現象が増えてて、ちょうど、あの、なんか新スポ行ったらへんから大輝がおかしいんじゃないかっていう、あー、黒いよ、聞いて、聞いて、俺のここに顔見えた、え、ここ男の人、それはない、リプでも来てたんだけど、なんか霊感ある人から、うん、3体ぐらいは多分誰か連れてくるっていう、大輝様、やたら大輝怖がってたし、まあ、2、3本の動画で指映ってるんですけど、これ 0.25 にしたらもうがっつり見えます。マジで、うわ、こわっぞ、半端ない、俺のここさ、ほんまにやばい、ちょちょちょ、見て見て、もう手見て、ほんまにやばい、誰でもない、くそ細いよね、そう、でも俺ももちろん下にありますよ、で、タツキも横いますね、はい、もうこっからまず伸ばせない、伸ばせないし、骨とか見えるからこういう感じで、やばいよな、そこいるやん、コメント欄でも殺到してて、まさかねと思って見たらもうがっつりすぎてで、確実にもう俺らじゃないっていうのが、うん、無理よ、でも人の形で無理でしょ、さすがに、何何ドンって、え、何も音聞こえなかった、分からない、久しぶりにヤバいのが来たなっていう、こんな前までそう、映る映る、やっぱ人に触れてなかったから、うん、こっから出てたよ、だからヤバいなと思ってたから、このテンションが俺余計怖くて、うん、何このテンション、ただもうヤバいって、全部なんか伏線みたいになって、いや、おかしかったよ、おかしい、もうだっておかしいよ、全然笑ってない、じゃ、やばいよ、やばい、どんなテンションか自分でも覚えてない、今普通のお前だわ、あ、なんか違う人、マジでやばい、ほんとに、そう感じて、めっちゃ怖い、叩かれて、咳出て楽になったって言ったとこからもう表情が違うというか、全然違う、マジめっちゃ怖かったもん、よく言うのは、まあ、その自分は人違いです、何もできませんのでっていう、ちゃんと言って、まあ、分からせないといけないっていう、分からせてください、僕には何もできません、そして僕は無関係です、お願いします、お願いします、ほんまに、ほんまにやらないよ、レイって、恭平と大輝は似てんじゃん、似てる気がする、で、すごいさ、優しいタイプも似てる、うん、で、イエスマンで長いものに巻かれる、恭平が終わって大輝に取り付いたのかな、そう、マジか、恭平多分定員満杯になって、二人ともね、指映ってる、まあ、確かにちょ、やばいわ、おかしいんだよね、様子が、新スポ行ってとおかしくなって、次の日ぐらいに俺やばい体験したみたいなこと言い出して、車運転してて止まってる時になんか急に運転席の右側からなんか着信音が鳴ったみたいな、プルルルルルルプルル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 で、何も画面で、しかもまず iPhone ってブルーって言っちゃう、ならないね、テレテン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 、超びっくりした、気をつけましょう、いや、マジ気をつけましょう、気をつけよう、本当におかしいやつはもう俺らで感づきましょう、で、はたいて出して関係ないですと、ね、ちょっとね、このホラーナイトちょっとえげつないので、まあ、ちょっと皆さんの高評価のおかげで逆再生とか2回目がちょっといろいろ決まってますので、はい、これからも
今回も高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは次のホラーナイトでお会いしましょう。バイビー。バイビー。ほんと怖いわ。お前ほんとに気をつけないと。いやマジ気をつけない。ほんとに気をつけて。いやもうや異常だって。全く違うわ。ほんとにヤバかったと思う。マジ全然今、うん、笑うとかない。いやいやいや、人がもう見てね、こいつも主題機の様子がおかしくてちょっとね